はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は2019年1月の18日、13時ちょうどです。今から、日課のロードワークやろうと思ってます。よろしくお願いします。5キロ走ります。昨日タイムがね、やっとなんだっけ、29分30秒かなで走ることができたんで、今日も頑張りたいと思います。よろしく。毎日毎日バカみたいに走ってますよ。行きますか。走りましょう。誰かタイムキーパーよろしくお願いします。ボクサーって大変だよな。これ毎日毎日続けんだもんな。すげえよな。今日はどんなタイムかな。日によって体調によって全然違かったりするからね。まあでも筋肉痛にもならなくなったし、タイム上がってってるんで不安はないっすね。映像と音声問題ない？見えてる。だんだん暖かくなってきたね。東京いい感じです。10分から走り始めます。準備運動をしっかりやりましょう。昨日さ、辰野屋久々ラーメン食いに行ったんだけど、間違えちゃってさ、普通のラーメン頼んじゃって、つけ麺がすごい好きなんだけど、すげえショックだった。よいしょ、頑張りましょう。いつもより体が硬いかな。ちょっと昨日負荷上げて走ったからかな。よいしょ。
誰かね、もし手空いてる人いたらタイムキーパーやってくれると嬉しいです。1分経過、2分経過って書いていってくれると嬉しいんで、もしよかったらお願いします。天気いいわ。風が少しあるね。風がね、結構厄介なんですよ。向かい風はタイム落ちるからね。30分以内に走れたらいいなと思ってるんで、昨日の29分30秒のタイム超えられるように頑張ります。それ目標でいきましょう。コラさんさん顔丸いな。そう、顔丸い。そうかな、顔丸いかな。ちゃんさんはコツ。はい、ワガツ。よろしく。2分後に走り始めます。今日はボンいないかな。タイムキーパー誰かやってくんない。1分経過、2分経過って走り始めて、10分から走り始めるんだけど、今日タイムキーパーがいないな。参ったな。ボンがいない。なんかもし手空いてる人がいたら。タイムキーパーやってください。コラさんさん5キロ余裕。5キロ余裕じゃないよ。毎日ヒーヒー言いながら走ってるよ。ヘッドヘッドになる。5キロ大変だよ。筋肉痛にはならなくなってきたけど、結構つらい。あと1分後に走ります。頑張りましょう。ここに走ります。タイムキーパー誰かお願いします。10秒前。風強いな今日。
わかんねえ。ありがとう。you
15秒。誰か手空いてる人がいたら1分刻みでタイムキープお願いします。10分。ありがとう。
ありがとう。やばいね。2分ロス。ここで2分ロス。やばいね。巻こう。ピッチ上げます。
やばいな、あと6分。ありがとう。信号も捕まれない。28分経過。
29分経過。30秒ありがとうみんな。タイムキープしてくれた人ありがとう。みーすけとぼーちゃんありがとうね。ありがとう。今日のタイム29分30秒です。お疲れ様でした。みーすけありがとうね。いやーちょっと風が強い。今日風が強いと今落ちるんだよね。きつかったちょっと今日は。後半あと信号2分捕まったのがちょっと悔しいね。まあまあ30分切れたんでいいと思います。これがね余裕でできるようにしないといけないんで、はい、今日のロードワーク終わりです。ポカリ飲もう。割れるな。続けたら不問流みたいな体になるな。
本当ですね。いや、俺が腹筋割れたら吹くよ。俺だって吹くよ。腹筋割れたこと一回だけあるの、人生で。中2の時にサッカー部やってて、半年間毎日10キロとか走らされて、ゲロ吐きながらやってて、1ヶ月ぐらいで腹筋割れた。一回だけ人生で。あとはずっとぽっちゃりだから。これでも腹筋割れあるよ、多分。腹筋割れフラグだと思うよ、この痩せ方は。だってまだ2週間だよ、トレーニングやって。2週間でこんだけ腹落ちてんのも。まあそれは毎日5キロ走ってたらこうなるわな。2キロ走ってあの顔 笑うでしょ。2キロ走ってツイッターにあのドヤ顔だよ。爆笑だよ、爆笑。よくあんなツイートできるよな。今2キロ10分で走ってんだよ。前半の10分が俺の2キロだよ。それで仕上がってるのかな。そうだったの。もっと走ってとかと思った。散歩かよっていう。幼稚園生の散歩かよっていう。でもツイッター見てごらん、2キロ走ったってドヤ顔ツイートしてるから笑うよ、本当に。なんでドヤれるんだろうね、2キロで。スタミナ持たないんじゃないの。あと二重顎がなくなってきたんだよね、顎のライン。わかる？二重顎の顎のたるみがなくなってきて、ここの骨とかが出るようになったの。これ毎日はしんどい。もう俺33なのに何やってんだろうね、おっさんが。シャワー浴びて飯食いに行くか。今日何食べよう。
今日何日だ18か、18か。シャワー気持ちいいぞこれ。腹引っ込んだでしょ。笑うっしょ。ほら腹引っ込んだでしょ。へこませないかんね。ウエストが出てきたかんね。つかめるもんね。みーすけさん、もう少し経ったらビフォーアフター。全然全然乗っかってない。腹筋割れ始めたらね、まあ、ここにいる人だったらね、俺が全員デブだって知ってるからね。ツイッターにアップしてこうね。体重何キロぐらいまで落ちたんだろう今。体重も減ってるはずなんだよね。多分3キロぐらい落ちてるはずだよ去年より。多分ね。でも頭がねクラクラしてね、すぐ寝ちゃうんだよね疲れて。ぐっすり寝ちゃう。疲れた。ただいま。まあでもね、30分2連続で切れたのは、タイム切れたのは確実に早くなってるからね。悪くないよね。確実に早くなってきてる。いい感じだよ。いい感じ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。僕はシャワー浴びます。ありがとね。捨て頃頑張ります。チケット欲しい人は便所さんに、便所さんのところに DM しないと手に入らないと思うんで、早めに手に入れてください。じゃあお疲れ様です。捨て頃ステッカー欲しい人は連絡ください。おつおつ。田中